連敗中の楽天は1対0で迎えた2回、チャンスで24歳のオコエ。2試合連続のタイムリー、追加点を奪います。さらに満塁となって25歳、山崎剛。チェンジアップを捉えてセンターへ。レギュラーを狙う2人の活躍で4対0、楽天が主導権を握ります。そして5対0で迎えた8回、ツーアウトランナーなしで3番浅村。ボールが太ももを直撃すると、浅村は珍しく感情をあらわにします。両軍の選手も入り乱れ、まさに一触即発の雰囲気。警告試合が宣告されました。ゲームは5対0で楽天が快勝、連敗を止めました。